パトルイユとフランスはフランス空軍のアクロバットチームサロンイコールドプロバンスに本拠地を置く。パトルイユとはフランス語で変態を意味する。フランスではジェット時代になっても実戦部隊内に編成されたパートタイムのアクロチームが多く存在しており、この中から毎年空軍の公式アクロチームを選抜していた。 1956年からディスプレイに感激したショーのナレーターによる紹介がきっかけでパトルユード・フランスの名称で代表チームは呼ばれるようになる。この選抜システムは Z 戦闘機の複雑化、高コスト化につれて自然淘汰され空軍大学の参加に置かれた風がマジステいルのチームがパトルユード・フランスの名称を継承し現在に至る。2010年には Z アクロチームとして初めて女性パイロットのビルジニーギオ少佐をリーダーに起用。2013年には創立60周年を迎えた。8期編成で演技は8期による変態科目、4期ずつに分かれての科目、6期変態とソロ2期による科目で構成されるが、リーダーが毎年交代するため演技内容がシーズンごとに変化するのが特徴。ただ、 演技を締めくくる発揮前期でのファイナルブレイクなどいくつかの科目には手を加えないという暗黙の了解がある。演技内容のレベルは非常に高く、イギリスのレッドアローズ、イタリアのフレッチトリコロウリと並ぶヨーロッパークローチームコサンヤの一角を成している。チームには毎年3名の新パイロットが加わるが、フォーメーション戦闘のリーダー機の後ろに位置する4番機のパイロットが、 翌年のリーダーの定位置となっている。2019年7月25日、ベルピニャン・リブザルト空港で、パトルイユード・フランスのアルファジェットが、滑走路を逸脱し、コンクリート壁で停止した。パイロットは脱出したが負傷し、サンシュプリアンで予定されていた、展示飛行は中止された。井上隆航空最新ニュース、海外軍事航空パトルイユード・フランス機滑走路を、逸脱。 航空ファン通関802号分林道 P116 ありがとうございます。